めっちゃドヤ顔かわいい。あゆなさん、こんばんは。こんばんは。今日も一日頑張ったですね。ありがとう。そろそろのんびりしていい時間かな。のんびりしよう、のんびりしよう。あゆなさんとのんびり、よく見るテレビ番組でも見たいです。やった、またそろそろさ、パトロールをちゃんとゴールがしたいんだけど、何回もお顔を見られて、もうちょっとレベルが上がらんかったら難しいんかな。ね、余裕でゴールそのうち多分できるようになるんやろうけど、見てくださいね。もちろん見るよ。今日はめっちゃ見るよ。何をしましょうか。何しても楽しいよ。超飛び跳ねるやん。さあとりあえず遊び、カルタをまだやったことなかったけんカルタをやろう。なんこれ、サンゴ手に入るの。1回戦だよ。1回戦。ダイオウイカ、はい、早くはないけど動画が大歴は2回戦だよ。あれ最後のはないんや。あ、なんかちょっと紛らわしそうなのが。トレイニュース、高級ミルク、はい、ごちそうさ、あ、ごちそうさ、あ、トイレ。ほいほい、さあ来いよ。ただいま。え、取られたの今。トレイ、くっ、おいしい。好きな遊び、かわいい、あの子。トイレ、早いです。よし。友達、ふう、夫言葉を覚えてやりたいな。またやりましょうです。いや、反射神経が見つけるスピードとかも問われるね。ほら、サンゴ6個と幸せの水。さあそれじゃあご飯を、新しいの増えてるかな。あ、今回新しいの増えてないよ。ということは、じゃあガーデニングを、コンペイトをさ前回植えたんやけど、これがどう育つんかなっていうのが楽しみなんやけど。お、なんか木みたいなの生えてきた。今回全部バラバラやんね、できるの。え、なになにあれ、盆栽やない。え、なんかすごくない、なにあれ。ちょっとよくわからんけど、あれはもう育っとんかな。収穫 OK。はい、これはいつも通り奇跡のチューリップで、これもいつも通り春のバラで、これは何、あ、まだ収穫できんねや。このあとなんか咲くんかな。咲いた、お、咲いた咲いた。なにこれ、梅、梅の木の種。梅の木、コンペイトーから梅の木ができる。ちょ、みんな植えてみよう。梅の木が図鑑に登録されました。え、すごい、めっちゃいいやん。梅の木とか季節的にもね。ってことで、ちょっと次に巻くのを、あ、そこ和風の感じのやつにしたけんってことかな。なるほどね。じゃあこれを普通の鉢に植える。そしてここに、はい、これ植える。すべてのところにコンペイトを植えてったらどうなるかな。はい、あ、そっか、和風のはなかったんか。じゃあこれ回収しよう。猫たちが育てて収穫してくれると不思議な種がもらえます。コンペイトを3個もらいました。はい、こっちもコンペイトー3個ね、収穫したよ。あ、また上寄る上寄る。かわいい。さあそれじゃあお出かけしましょうか。お出かけで縄張りパトロールをしていきたいと思います。
縄張りパトロールだよ。よし、頑張っていこう。頑張るです、うん、よし、3。ちょっと通り過ぎたぐらいの時に止めたんで大丈夫ってことかな。発見。はい、石発見。見つけました。目がキラキラしとる。ルンルン。はい、今日も平和です。全部3で行ったら多分ゴールできるんよね。ゲット。空き缶。見つけました。それはゴミのお持ち帰りということになるのではないでしょうか。何があるかな。ほら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 、いけるんじゃないこれ。一緒にお散歩楽しいです。はい、また石ゲット。やりましたです。今回ゴールできそう。見つけました。だってほらまだあと2回。パトロールするです。あ、ちょっと待って、天気いいね。ちょっと待って、余裕を持ちたかった。あー、しかも穴に落ちた。ちょっと待って、マジか、このタイミングでか。やめてよ。頑張りましたです。お、小石3個ゲット。さあ、このあと1回でドキドキ。あー、めっちゃドキドキやね。あ、とりあえずゴール。ふぅ、よかった、ゴールできた。初めてのゴールや。イエーイ。みんなの力です。ねえ、やったね。さっきの落とし穴ちゃんと引っ張り出せてよかったわ。ゴール、ゴールしたよ。初めて。ゴールしたらなんかあるんかな。特になんもないんかな。ないんかーい。ゴールに。あ、あったわ。到着。到着。駅前まで来られたです。ここまで来られたの初めてだよね。そう、初めてゴールした。行ける場所が広がったりとかする。嬉しいです。駅前ってとっても賑やかなので。まあ駅を利用する人が多いけんね。人が多いところはちょっと緊張するです。大丈夫よ、可愛がってもらえるけん。パトロール中に見つけたものがあるのよ。なになに。あゆなさんにあげるです。さっきのもの以外にってこと。四角い種を5つもらいました。お、新しい種やん。なんかいい匂いしてこない。たこ焼きじゃない。そこにたこ焼き屋さんが。本当です。何円って書いてもあれ。300円、500円。何の匂いか次来た時にわかるといいね。たこ焼きよ、きっと。あの、今日はあゆなさんにプレゼントしたいものがあるんです。なになに。あゆなさんのおかげで桃たちできることいっぱい増えたの。なるほど。でもこっちが何も言わんでもめっちゃいろんなことしようけどね。そのお礼の気持ちです。なに、ちゃんと箱にまで入れてどんぐりをもらいました。これも多分木とか育つんじゃない。いろんな遊び方ができるどんぐりだよ。あ、小さい頃どんぐりにさ、爪楊枝刺してコマにしたりとかしよった。あ、コマ。お買い物コッコ、お金の代わりってこと。コマ作ろうか。どんぐりコマ、楽しいです。ね、楽しいよね。誰が一番長く回せるか。拾ったどんぐりの中にこう虫がおらんかっていうのが小さい頃すごいドキドキしとったんやけど。桃たちね、白いさ、虫が出てくるやん。どんぐりいっぱい拾って集めてたです。めっちゃドヤ顔かわいい。どんぐりで遊ぶと楽しいだから。いい、ね、うんうん、あゆなさんももらったら楽しいになるかなって思ったの。うんうんうん。あれやっけ、どんぐりって塩水につけとったらいいんやっけ。塩水になんか1日つけとったらなんかその中の虫が全部出てくるかなんかっていう。どんぐりでいっぱい遊んでくれたら幸せです。見たくないけどさ、でも中からおらんなるって考えたらね、しといた方がいいよね。縄張りパトロール街を1回ゴールしたので、お祝いに猫たちからプレゼントをもらいました。あ、なるほど、そのお祝いね、ありがとう。スマホから思い出プレゼントを見られるようになりました。思い出プレゼントとはどこだ。思い出、あ、これか。あ、これやね。森で拾ったどんぐり見つけるとちょっとだけ特別な気分。うんうん。猫たちからもらったものがここに表示されるってことかな。はい、それじゃあエピソード。はい、来たー。
グッピーのお世話は毎日いるですよね。うんうん、毎日水やらんとね、とりあえず音を出すの待ってるから毎日見ちゃうよ。だからお世話桃がする。別に二人ともがやったんでいいんじゃない。で、向こうのさ、青と赤のあの小屋は何？ミニチュアかなんか。お世話は順番子がいいと思うです。あ、なるほどね、そういうちゃんとできるよ。はいです。でも種はみんなで埋めたです。力を合わせて。うん、いいね、ミルクちゃんとしてるね。あ、そっか、一人でやるより協力した方がいいんだった。そうそう、その方がなんか成長した時になんかみんなで喜びを分かち合える感じがね。ずっと一人でお世話すると疲れちゃうかもです。でも協力してお世話すれば疲れないね。うんうんうん、はい。だから順番子どうですか。ミルク冷静。順番子でしょう。ニャイスアイディア。ニャイスアイディアだよ、ミルクちゃん。ありがとうです。照れちゃうけど嬉しいです。お世話しない時も、頭いいよね、ミルク。見ててもいい。それは全然大丈夫やろ。もちろんです。うんうん、ミルクもいっぱい見ちゃうと思います。木のご飯はいちご俺をあげよう。へえ、ダメダメ、水水。毎日バケツ1杯のいちご俺をあげるですね。それは私が欲しいです。ただバケツは嫌やけど。あ、雨の日はどうなんでしょう。雨の日はあげなくていいよ。いちご俺をあげたら飲みすぎになるです。てかいちご俺で決定なの、あげるのは。プッピもきっと毎日いちご俺飲みたいよ。そりゃ雨といちご俺は全然違うけども。そうですよね、雨の日もいちご俺をあげてもいいです。ダメ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 、雨の日はいらないよ。お水がいいと思うよ。そういうこと、雨の日はいらない。うん、なんかどっちもなんだけど雨の日はいらないよ。お空からのお水も飲むからお腹パンパンになっちゃうかもです。そうそうそう、お腹パンパンになったら痛いになっちゃう、かわいそう。雨の日はいちご俺はお休みですね。そしてさらに水なんだよってことも言いたいんやけど、お日様さんさんもいるよね。うん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 、お日様にも協力してもらいたいです。いいね、お日様にも協力してもらう表現が。お日様もグッピーのお世話当番に入ってください。お日様はいつも入ってるから大丈夫よ。グッピーをポカポカ元気にしてあげてくださいです。うんうんうん、今日のミッションができるようになりました。猫たちと遊んだりおしゃべりすると今日のミッションがクリアされていきます。すべてクリアするとご褒美がもらえます。1日1回クリアすることができるのでやってみてくださいね。ふんふんふん、今日のミッションができるようになりました。全部クリアするとご褒美がもらえます。普通のなんかね、通してのミッションプラスの今日のミッションがあるんだね。お、猫じゃらし撫でるババ抜きご飯。さあご飯をあげましょう。新しいのが増えてないけんな、ベストスコアが低いやつをやろっか。じゃあとりあえずオムライスを作ります。さあ来い。ワイワイビー。あー間違えた。待て待て。あー間違えた。待て待て。辛い、もう辛い。待て待て。混ぜ混ぜ。あー間違えた、辛い。全然ダメだわ、間違えまくったわ。多分一番低いスコアやな今までで。あ、でもここで出来上がりが良ければ。さあ来い。熱くないかな。早すぎた。早く早くです。うー、ちょっと早かった。美味しくなーれです。お、ナイス。微妙やな、なんか前回より低くなりそうやね点数。どうよ、一緒。一緒やった。いただきます。くっそー。ごちそうさまでした。はい。
さあ、それじゃあな、撫でてあげましょうか。はい。これは撫でるのは2匹ともってことなんかな。間違えた。もう間違えた。ありがとう。はい。もっと撫でて。撫でる撫でる。撫で撫で。すごい。あの後ろの襟の部分がめちゃくちゃ可愛いよね。ほらミルクちゃんもおいで。もっともっとです。はいはい。ほらこの部分。イエーイ。この耳のとこめっちゃ可愛い。気持ちいいです。いいねいいね。満足したです。とした桃。たくさん慣れてもらって満足したみたいです。また明日撫でてあげましょう。おいす、お、なんかエピソードが増えてる。またまたエピソード。なになに、お出かけ。ここ猫たちが入るドアだよ。あ、ちゃんとあるんやね、それが。ここ、うんうん、猫たちが出るドアでもあります。まあね、出入り口やけんね。隣がアユナさんのドア。うんうん、こんなところについとんや。お隣さんです。普通ドアについてない。お隣さん。この鏡でお出かけ前に毛並みを整えるのよ。ちゃんと鏡見ながら整えるんや、えらい。アユナさんもお出かけ前に鏡を見てます。アユナさんが一人でお出かけするときはいつ帰ってくるのかなって思います。ごめんね。いやでも自由に出られるからね、友達のとことか行くといいよ。帰ってくるドアの音がしたらとっても楽しいです。かわいい。それで、ね、めちゃくちゃ懐いてくれとるやん。アユナさんがね、お外行くときは元気にお出かけしてほしいの。うんうん、元気にお出かけしたアユナさんを元気に待ってたいんです。けなげだ。アユナさんが元気にお出かけするときはなんて言っていくの。行ってきますじゃないの。それじゃこの中だったらどれがいい。行ってきます。行ってくるっち。誰。旅立ちの時だ。旅立ちの時だ。かっこよくない。旅立ちの時だ。すごい元気な感じする。元気は元気やけど なんかちょっと中二病をこじらせてるみたいな感じやな。あ、そうです。なになに。アユナさんが帰ってきた時に、うんうん、楽しいって気持ちを伝えるお出迎えの言葉も。楽しいっていうか嬉しいじゃないのね、帰ってきて。それじゃこの中だったらどれがいいです。おかえり、会いたかったよ、お待ちしてました。お待ちしてました。会いたかったよって来たら多分めっちゃ可愛い。会いたかったよですね、うんうん、帰ってきて楽しいって気持ち伝わるです。アユナさんがお出かけするときは旅立ちの時だって言ってほしいな。めっちゃ恥ずかしいやつや。帰ってきたら会いたかったよって言うです。かわいい。それでなんかね、飛びついてきてほしいよね。元気に旅立ちの時だっていうアユナさんにバイバイして、会いたかったよっていうのを楽しみに待ってるです。それ家に帰るのがめっちゃ楽しくなるやつや。早く帰りたいってなるかもね。あゆなさん、聞いてほしいです。お家の近くをお散歩してたら、うんうん、ガーデニングに使えそうな鉢を新しい鉢見つけたです。マジで？ありがとう。やったね。やったです。何、どんな鉢。今度は育てられる植物が増えるです。うんうんうん、お庭に置いてくるです。うん、かわいい。お庭のガーデニングに鉢が一つ増えたので育てる場所が増えました。あ、そういうこと。ガーデニングで育てられる鉢が一つ増えました。どこまで増えるんやろうねこれ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これからもなんかどんどん増えていったりするんかな。種類が増えたんかと思ったら置き場所が増えたんやね。